い、皆さんこんにちは、フォーゲーマー編集のオリッチです。あれ、いいんですか、挨拶。そういう感じで始まります。あ、僕は二人ですか。いや、全然大丈夫ですけど、どう、初めましてじゃない。結構見てるんで、見てるんであれですけど、はい、改めまして、動画フォームラインエンターテインメントのサマンズボードのプロデューサーをやってます、荻原です。よろしくお願いします。お願いします。いや、ちょっと申し訳ないんですけど、はい、若干ご無沙汰してまして、そうです、ね、入り方を入り方を忘れるっていう。まあまあまあ、ということでね、はい、今回はですね、荻原さん来たもんでですね、またまた最新情報ですね。前回の動画、荻原さんいなかったんで、今回出てもらうということで、で、今回はどういった情報を持っていただいているんでしょうか。はい、もうすでに発表だけはさせていただいているんですけども、メルクストーリアコラボレーションの、今回ですね、モンスター討伐を、紹介してさせていただけたらと思います。いただけたらと思います。いただけたらと思います。あれですよね、コラボ、なんていうか、コラボでのモンスター討伐、初めてですね。ですよね。モンスター討伐、ユーザーさんの中で人気が高いので、うん、メルクストーリアさんの、世界観を、使わせて、せっかくなんで使わせていただいて、実施するっていうような形になってます。なるほど。で、今回も多分すでに画面が出てると思うんですけど、はい、ペタルです。これメルクストーリアさんのキャラクターなんですけども、はい、主に、これちょっと若干討伐の中身の話にも触れちゃうかもしれないんですけども、はいはいはい、原作でもこう麻痺を結構使ってくるようなキャラクターなんで、モンスター討伐でももちろんその色を使ってですね、はい、麻痺の攻撃をしてくるので、それをうまく、攻略法があったりするので、はいはい、うまくかわしながらやるといっぱいダメージが出せますよっていう形の討伐になってます。了解です。じゃあ早速、実はちょっとさっきね、一回試しにやってるんですけど、はい、早速やってみたいと思います。はい、お願いします。じゃあとりあえずメンバーの紹介からお願いしていいですかね。今回じゃあ、とりあえずのアリストで、はい、お願いします。で、今回はですね、新たに追加されたですね、リナリナ、カウンターパーティーのリーダーですね。で、基本的には攻撃力が7倍、&HP が 2.3 倍という結構タフな、キャラクターになってまして、スキル自体もですね、カウンタータイプの味方全体の攻撃力5倍反射で、これのいいところはダメージの 80% 軽減ついているので、敵の例えばスキルを敵のダメージスキルをもらっちゃう時とか、すごい強い攻撃力の、ダメージを受けた時でも生き残りつつカウンターを打てるっていう意味ではちょっと便利なスキルになってます。なるほど。ちなみに男の子です。だいぶショック受けられたらしいですね。いや、もう女の子が3人追加されたと思っても喜んでたので。いやいや、めちゃくちゃ可愛いキャラクターで。そしてですね、白虎、ちょうどですね、300万ダウンロード記念ですかね、で進化解放をさせていただきまして、これは一番最初期のレジェンドフェスのキャラクターをついに進化解放ってことなんですが、はいはいはい、めちゃくちゃ強いです。強いですね。めちゃくちゃ強いです。進化解放で聖獣めちゃくちゃ強いです。今回あれですよね。その何ですかね。さっき僕も知らなかったんですけど、はい、その白虎とか聖獣とか、はい、あの辺が初代のレジェンドって知らなくて、もう結構ポコポコ出ちゃうんで。はい、そうやね。いいキャラクターがたくさん手に入りやすくなってるんですから。そうですね。はい。いや、神の枝。よし。言わされた感みたいにやめてもらっていいですか。そんなことないですからね。でこのキャラも今カウンターパーティーの中ではかなりのダメージキャラクターになっていて、自分だけなんですけども、2段の間12倍で反撃するのと、あと回避率が大幅に上がるんですけど、このゲームモンスターの攻撃を回避してもカウンターはきっちりするんですね、うん、なので、さっきねダメージ経験をして耐えながらカウンターしたり、あといかに攻撃を食らわないように避けてカウンターするっていう意味でもめちゃくちゃ強いです。なるほど。おすすめです。カウンターがおすすめです。なるほど。作りやすいんで。ちなみにスキルレベル上げてもこれなんかいましたっけ。ヤッコはまだいないですね。いないですよね。いないですね。なるほど。なかなかこうマックスにするのは大変そうですね。ただなんていうんですかね、フィニッシャーというか、一番最後に押し込みで使うような技の形になったりするので、なるほど。他の例えば低ターンで常時カウンターが張れるような形でパーティー、この間の神級氷のマーレとか、ああいう常にカウンターをなるべく張りやすいようなメンバー編成でカウンターリーダーで運用してあげて、ボスのここぞの一撃で倒すって時にラッコが使えたら問題ないので、もちろんターンが少なければその機会が多いんですけども、そういった形で、そこまですごくターンを短くしなくても十分使えるキャラクターです。なるほど、なるほど。はい、では次です。はい、でこれが、つい先週ですかね、ちょっと収録日の関係でちょっと日付がおかしくなっちゃったかもしれないですけど、つい最近ですね、はい、やっていた、オリアスっていうキャラクターですね、はい、でこのキャラクターに関しては、
十字列に対して、3倍の、うん、2ターン目で3倍の攻撃がアップするんで、しかもこれ、まあ、スキルマンになってますけど、ターンが短く使えるっていうところがすごく有用なキャラクターになってますね。この前のダンジョンで僕もオリアスとオリアクス、オリアクス両方ともスキルマンしました。なんで、まあ、ガチャキャラクターではないんですけども、まあ、イベントダンジョンで、まあ、手に入れて結構強いキャラクターだったりするので、まあ、今回は白虎が攻撃タイプでもあるんですね。カウンタータイプでもあるんですけど、攻撃タイプでもあるので、まあ、オリアス この攻撃力アップのスキルを使ってガツッとさっきのカウンターのダメージをさらに上げていこうみたいな感じでちょっと入れさせていただいて、なるほど。そして最後はハルシトさん、ハルシトですね。こちらはリーダースキルですかね。はい、どんなで、一応今のところの、素の、LS、これリーダースキルに関しては最強の攻撃タイプで、はい、3倍になると、はい、で、まあ、今回に関しては、この誘爆持っているダメージスキルに関してはメインではないんですけども、はいはい、まあ、モンスター討伐でいうとこの、フレンドから借りてきた攻撃3倍とカウンタータイプのでより白虎の攻撃倍率を上げようと、うん、で、この傾向が違うので同じだと、例えばカウンタータイプの何倍とカウンタータイプの何倍だった場合っていうのはいわゆる足し算というか加算で倍率を計算するんですけども、攻撃力が何倍のやつとカウンタータイプの反撃何倍とかだと別々になるので、なるほど、乗算というか、なるほど、もっともっと、掛け算方式にですね、なるほど、攻撃が上がっていくので、今回はやはり人を入れさせていただいてるって感じですね。いいですね。なんで今回はですね、積極的に、このカウンタータイプというか白虎をですね、うまく使っていってダメージを上げていっていってほしいなとは思ってますけど、さっきも言った通りエタルデスは麻痺を何かしらで使ってくるので、なるほど、そこに食らっちゃうと行動不能になっちゃうんで気をつけてください。はい、了解です。はい、さあということで早速挑戦してみたいと思います。はい、よろしくお願いします。討伐全力、全力で、まあ、実はさっきやってて配置もね、はい、ちょっと考えながら、あれがいいんじゃないか、これがいいんじゃないかって言って、で今回ちゃんと今までのコラボダンジョンが出てきたんですけども、モンスター討伐でも、専用の背景、そして、専用の曲っていうのを借りして作っていく感じですね。なるほど。なんでかなり今までと雰囲気が違っていいと思います。さっきはここでオリアスを下に持っていたんですけど、はい、その後の行動がちょっと不都合な感じだったまさかの後ろ矢印がないキャラいるのかとか言いまくってたんなんてこと言うんだって言ってその代わり、まあ、配置にもよりますけど、はいはい、結構上の方から下に向かって攻めていく分にはかなり強い矢印になってるんですね。あ、ちょっと待ってください、僕1点間違えましたね。これオリアスの一番左ですね、僕さっきやったの。そうです、そうです、そうです、間違えましたねいや別に何も間違ってもないですよ完全に僕の今の理想から離れましたオレッチさんはどうリカバリーしていくのかテク見えますね、テクが。やっぱもう何回も配信していただいてますからね、ダンジョン攻略とかもちろん腕の方もあるある。待てよ、これオリアさん下がれないですよね。下がれないですね、後ろには下がらなくなってます。さっきの感覚でいくと多分こいつ下っていくやつに右来るんで、はい、それを予測した上で、上でオリアスをあえてここに置く。なるほどですね。一回下がっていくかから、右矢印が来るのか、来ない来ないさて、どうしたのか。まあでも最悪白虎がカウンターできればいいですもんね。そうですね、うん、あ、でもダメだ、さっき言ったマギのやつ、はい、これが、ちょっと待って、もう一回次の感じになって説明しましょう。はい、これどこを動かすかによってもちょっと違うかもしれないですよ。これ結構でかいですよね、それを考えると。これでかいですよ。私はああするかなっていうのちょっとあったりするんですけど、やっぱ俺さんどうするんだろうな。やべえ。まあでもですね、あーどうしようかなこれ。いやでも待てよ、9の15、行くしかないドン。あ、そっちで行きました。これ、そしたらペタルデス上に行っちゃいません？いや、僕のペタちゃん行かない。行くんかよ行くんかよ。今のはユナリナを左上に上げて、なるほどね、行動を制限してあげてからの方が良かったですね
ガチガチで、はい、7ターン目の紹介お願いします。はい、で今回ですね、ちょっと特定ターンっていうところでギミックを仕込んでまして、まあ、こういった情報を発出させていただく、まあ、こういうふうに前情報として出させていただくことは初めてだと思うんですけど、今回はですね、残り7ターンって書いてある時と、残り4ターンって書いてある時のコンボ数によって次のターンの、ペダルデスクが使ってくる麻痺スキルの範囲が違います、うん、なのでここ結構重要なんですけども、はい、7コンボ以上ですねの場合は、麻痺を十字に使っていきます。攻撃スキル使用負荷ですね、うんうん、で、2ターン使ってきます。ただ7コンボで大丈夫ですか？7コンボでしたっけ？7コンボ以上、7コンボ。ただ19コンボ以上を、うん、コンボを稼いだ場合は左右に、攻撃、スキル使用負荷2ターンになっていくんですね、うんうん、なので、でもダメージはなるべく与えたいじゃないですか、うん、なのでなるべく上下を位置取りながら19コンボ以上の、ダメージを出すと、攻撃スキル使用負荷の状態にならずにキャラクターたちは継続して攻撃することができるんです。なるほど。ちなみにそれは列ですか？列ではないですね、マスです。じゃあこれワンチャンありますね。これはですね、こうです。なるほど。ここから、ああ、びっくりした、もう嘘だと思った。違った。これで、逆に言うと、今のは、コンボが7コンボなかったんで、うんうん、はい、まさにおっしゃる通りの形になってます。そして来た、これだ、待っていた、これいい感じの形ですね。あ、すいません、私ちょっと資料が足りなくて申し訳ないです。見えてた、見えてました。レッツさん、この状態見えてた、この完璧な状態見えてた、これのことを知っていました、僕は。申し訳ない、ちょっとおこがましかったです、さっき私。これもみんなに石配ってください。これで、これで、オレッツさんのあのへこみっぽりからのこの、どうですか？いや、配りたくないわけじゃないんですよ、そういうわけじゃないんですけど、そうでしょ。はい、で、そうです、これいい状況ですね。はい、まずですね、これオリアスの倍、はい、のかけつつの、はい、で、あこのカウンターも、はい、そうすると両方とも倍率がかかるんですよ、はい、で、こいつを、おお、いいですね。しかも24コンボ。これ完璧ですね。いけ！これまず24コンボ入り、はい、もう、この後ですね。この後ですね。もういいんですよ、もう好きな。好きにしてください。試しただけは1ぐらいで高くないんで。なるほど。これが、これ強いですね。今、21から18まで来ました、ね。1カウンターで。これは強い。しかも、下向いてます。矢印、これもう一回いきますね。どっちだろう、あ、斜めか。いや、でも少しでも、少しでも、あ、いいですね、はい、少しでもちょっと制限しつつ自分の状況を作っていくっていうのは、あれですね、あと痺れを聞かれ、受けないように、そう、先読みですね。そうです、さすがです。さあ、これは強い、ドーン。これは強い。基本やっぱ3ゲージぐらい持ってきますね。持ってきますね。あ、で、ここが、あ、ちょうど、なるほど、はい、例の4ターン部分ですね。ってことは、攻撃スキルはどうせ飛んでこない。はい、あの長押しで、あ、そうっす、危ない不穏な会話を。ってことは、さてよ、これ、このままだと多分左に動かれるじゃないですか。そうですね。ということで、ルナルナを使います。はいはいはい。かつ、お、かわいいですね。どうですか？もうこだわりだって、かわいいじゃないですか。で、あ、待てよ、でもこれ、これどうしたらいいんだろう。これ、例えばですけど、はい、白虎を、まあ、左下から右下に持ってるじゃないですか。はいはいはい。でも、ハルヒトさんがあそこにいるので左に動く可能性は否めないですよ。否めないですね。むしろ、あ、いや、大丈夫かもしれないですよね。あ、でもそうか、いちいちの投下なんで、ちょっと確かに怪しげですよね。怪しげですけど、この番外、それ今、24ですよね。はい、24なんで、まあ、考え方
まあ、引き抜けも含めた考え方ですけど、はい、例えば、わかんないですよ、はい、例えば、リュナリュナを1マス下にしてあげて、21コンボで、はいはい、麻痺横にした状態で、あえてペタルテスを左に引きつつ逆コカウンターを跳ねるっていうのもありましたですけどね。なるほど。で、麻痺を避けたままで、その後の矢印またどうなるかわかんないじゃないですか、はい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 、そうなった時の矢印に合わせて、あの逆コを移動させるとか。なるほどね。まあ、っていうのもありかな。あの一応カウンターメインですけど、うん、通常コンボ攻撃もちゃんとダメージにはなるので、なるべく麻痺しない、あーと、まあ、マヒ言っちゃってますけどまあ攻撃スキルが状態になった方がいいかなと思います。まあ2ターン拘束するのは結構でかいですもんね。でかいです。しかももう残り4ターンしかない。確かに。じゃあリュナリュナを生かします。で、でこれでまあ間違いなく左行きます。で、前と範囲が違うので今度は左右にしか使ってこないんで上下はちゃんと大丈夫ですよと。で、これで多分ビャッコカウンターが入って、まあ、攻撃力アップかかってないんですけど、それでも結構なやっぱ強さですね。あ、これ結構いいんじゃないですか。熱くないですか。リュナリュナ上げつつですかね。これしかもこの次のターンでビャッコと動いてともう一回使える、うん、でもこれ正直オリアスあと一旦生き残ればもうぶっちゃけどうでもいいですよね。ビャッコさえ生き残ってれば。まあそうですね。どうしようかな。でしかもこいつ右の矢印が少ないんですよね。はいはい、そうですね。ってことはビャッコ下げてもいいですかね。今までのこのまま動きを止めた方がいい。わかりませんね。そんなにいろいろお話しされた後最後の結論がわかりませんね。嘘でしょ。わかりませんね。どうしようかな。これは見たんですよね。これはいろいろ考え方ありますね。でもこれ多分右に来ることもない気がするんで。あ、でもカウンターで見たですもんね。オリアス。いや、これはですね、少しでも稼ぎたいので、はい、攻めます。ちょっと、ここまでの世界ですからね。え、痛い。死人が出た。キューそうか。でも大丈夫ですよ、バッチリですよ、バッチリ。確かに。いや、でも、ハルシュトのままで決めたきたかったですね。あ、でもどうせないのか。どうせないんだったら、上行って、あ、ダメだ。ん？上行ったらダメなの。はい、もう、それを今使うんだったら、左しかないです。ナイスの方がいいと思います。なるほど。いや大丈夫。大丈夫です。これがHP 2.3 倍かな。うん。強いですね。でしかも百個回避してますからね。そうなんですよ。でもこれで決まりですね。で、ちゃんとこう演出的には前回のカウンターと違って、うん、1個にまとまってるんですよ。前回は方向ごとに毎回カウンター の、 モーションというか動き出したんですけど、まあ、今回は演出とかモンスターの動きをもうちょっと戦ってるようにカクッとしていこうかなっていう時に、やっぱあれがずっと何回も何回も出てると、うん、ちょっとやぼったいかなと思って1個にまとめたんで、うん、まあ、前回と違ってカウンターは今みたいに一括でドーンってやってバリバリバリって出るんですけど、はい、ダメージ量とか減ってないんで。なるほど。きっちり2回分というか2回分のものが1個にまとめられて出してるっていう感じです。なるほど。じゃあこれで決めに行きますか。はい。最後の合計値がどれぐらいなのか楽しみですね。楽しみですね。だいぶ減らしてますからね。結構いきましたよね。いや、結構やってますよ。21ゲージ差でしたっけ。18でしたっけ。ちょっと21とかそれぐらいですよね。さようなら。いや、でも一人で一応それでも今の5数レベル70です73とかそんなもんなんで、それで
1.3億かな。1億3579万ですね。すげえ。ほぼ白骨で白骨リアスですね。まあこういうあの、まあ、今回はあえてカウンターパーですけど、まあこういうあの新しい新タイプで、まあこういう新しい攻め方とか新しいあの組み合わせとかでも楽しめるようになりましたよ。あと既存のあと攻撃タイプとかバランスタイプ、レシピタイプが無駄にもなってないので、はい、そういったところでもパーティーバリエーション増えてより面白くなってるんじゃないかなと思っております。いやー素晴らしい。ちなみにフレンドバッグ入ってないんで。なるほど。あとコンボ倍率も入ってないんで、これじゃあそれが入ったらもうなのでフレンドバス例えば 1.5 倍とか 1.7 倍もらったりとか、はい、さっきのコンボボーナス10コンボ以上で2倍、今 1.3 倍とかだったら2倍とかもらっちゃうと、はいはい、おやおやなんかだってよ、おやおって面白いぞみたいな。なるほど。やっぱいっぱいダメージ出すのが気持ちいいので、うんうん、モンスター討伐に関しては、うん、これはすごいですね。すごいと、まあ、今白骨流行ってますからね。流行ってます。はい、うまく使っていただけたらなと思います。なるほど。いや、よかったんじゃないでしょうか。なんか他に言い足りないことありますか。言い足りないこと言い足りないこと、いやもう私はもう最大限今モンスター討伐のことをお話しさせていただいたので何を引き出そう何を引き出そうとしてます。演出の部分で考えるとか、はい、なんかそういう細かいブラッシュアップみたいなのって、そうなんです、結構いきなりバーンってくるんで、ちょっとびっくりするんですよ、ね。はい、前回も話したんですけど、いきなりと思って、はい、何の前触れもなくなんかすぐ変わったんで、そうですね。そう、まあ、前回やらせてもらった時に、ね、なんか見せてもらって、あ、はいはいはい、突然その演出でやらされたんで、えみたいな、なんすかみたいな、って話だったんですか。まあまあまあそういうこともありながら、多分きっと突然神対応してくれる。楽しみですね。はい、引き続き頑張っていきたいと思います。はい、それではですね、今回の動画は以上となります。今日来てもらったのはガンホーから荻原さんに来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。それではまた別の動画で、バイビー。